いつもご視聴ありがとうございます。ヌートバー今季11度目マルチで5試合連続安打、惜敗もサイヤング賞右腕ビーバー打ち。米大リーグカージナルスのラーズ・ヌートバー選手がガーディアンズ戦に1番中堅で出場し、マルチ安打で5試合連続安打をマークしました。両チーム無得点で迎えた2回に試走者なしの第2打席、20年サイヤング賞に輝いた相手のエース右腕シェーン・ビーバー選手に対し、ワンボールからの2球目の外角低めカットボールを引きつけてセンター前に運びました。1回先頭の第1打席では同じ外角低めカットボールに見逃し三振しており、一矢報いる一打を放っています。4点を追う6回先頭では同じくビーバー選手から初球の90マイル約145キロフォーシームを右前に運び、4番アレナド選手の犠牲フライでチーム初得点となるホームを踏みました。さらに2点を追う9回1死2塁の第5打席は相手の守護神クラセ選手に対し、ファウルなどで9球目まで粘り、100マイル約161キロの高めカットボールを強打、左翼フェンス直撃のタイムリーツーベースとなりました。7回2死1塁の第4打席はフォアボールで、4打数3安打1打点1得点1フォアボール、打率2割8分5厘、出塁率3割9分9厘、OPS8.16 の打撃成績となっています。マルチ安打は今季11度目で、3安打以上は5度目をマーク。チームはビーバー選手から2点を奪いましたが、強力救援投手陣に対して苦戦。ヌートバー選手の活躍などで追い上げはしたものの1点及ばず敗戦を喫しています。今季から覚醒したヌートバー選手、ここまでリードオフマンとしては十分な活躍を見せているのではないでしょうか。このヌートバー選手の今日の活躍にネット上では、ヌートバーって出塁率だけ見たら大谷より上で、ジャッジと同じなんだな、打率も決して悪くないし、このままカージナルスの主力になってほしいね、サイヤング賞から打っただなんて確実に自分の中で自信につながるだろうな、個人が活躍してもチームが勝てないと辛いね、得点圏5割ってすごいな、打撃好調なのも嬉しいが、なんといってもたっちゃんの良さは出塁率だよね、といった多くの称賛の声が日本からも送られました。コメントにもあるように、ヌートバー選手の活躍も虚しく、チームは敗北。27日現時点で23勝30敗と地区4位となっています。しかしやはり注目すべき点は、出塁率3割9分9厘、得点圏5割の数字ではないでしょうか。米メディアも注目しているヌートバー選手のある数字が大きな話題となっているようです。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。得点圏打率はリーグトップ、米メディアも注目するリードオフマンとしての優秀すぎる成績、日本代表として出場した WBC では1番打者として出場し続けたヌートバー選手、5月4日日本時間5日のカージナルス本拠地で行われたエンゼルス戦でも1番右翼で先発出場。この日初回先頭で安打を放つと、3回ノーアウトの第2打席でも安打、6回にはレフトへの安打、8回にショートへの安打を記録、打率2割6分2厘まで急上昇させ、出塁率は驚異の4割1分6厘を叩き出したヌートバー選手。この活躍に MLB 公式でカージナルスを担当するジョン・デントン記者は、5打数4安打によって打率2割6分2厘、出塁率4割1分6厘に向上した。ヌートバーのフォアボール率 22.2% は MLB 上位 1% に値する成績だ。昨シーズンは 14.7% で MLB 上位 2% にランクインした、と自身のツイッターに投稿。さらに5月16日1番センターで先発出場したブリュワーズ戦では、6打席2安打2フォアボールでチームの勝利に貢献。規定打席には到達していませんが、この日時点での出塁率はメジャー1位相当の4割4分4厘をここでもマークしています。ヌートバー選手は初回第1打席フルカウントから2度のファウルで粘ると、インコースのストレートを見極めフォアボールを選びます。第2、3打席はそれぞれ空振り三振となりましたが、6回の第4打席は内野安打を記録、8回第5打席は144キロのチェンジアップをセンター前に返すと、打者一巡して迎えた第6打席はストライクゾーン外の球を全て見極めてフォアボールで出塁しました。この試合4度の出塁で全て生還し、4割4分4厘に伸ばした出塁率はメジャー1位相当をマークしました。この出塁率に SNS 上では、非常に優秀なリードオフマン、出塁率がおかしなことになっとる、選球眼がいいから調子悪くても出塁率をある程度維持できるのが強みだね、
本当に良い選手だ。メジャーを代表するリードオフマンになりましたね。なんか嬉しいですわ。などの日本代表でも一番打者として活躍したヌートバー選手を称賛する声が上がっていました。そんな出塁率、フォアボール率ともに高い評価を受けているヌートバー選手。今日27日時点までの出塁率は3割9分9厘、フォアボール数は28を記録しています。もちろん単純な比較はできませんが、基準として紹介すると、大谷選手の現在の出塁率は 0.2 割6分5厘、フォアボール数は25となっています。またこのフォアボール数に関しては、強打者であるほど投手が戦いを避ける傾向にあるため、自然と数も増える傾向にあります。さらに大谷選手のこのフォアボール数25はエンゼルスの中ではトップの数字であり、ヌートバー選手の28という数字がいかに高いかが分かりますね。これがヌートバー選手がリードオフマンに適しているという声が多く上がる理由なのかもしれませんね。ヌートバー選手のこの記録に着目したセントルイスの地元メディア、セントルイスポストディスパッチのベンジャミン・ホックマン記者は、打たない技巧、ヌートバーは球界で最もうまく歩く男だと題する特集記事を組み、以下のように述べています。フォアボールを得るのは規律、意識、忍耐が必要で、もちろん良い目が求められる。ヌートバーは歩く技巧というよりも打たない技巧をマスターしていると言えよう。見極めの達人なのだ。水曜日17日の時点で彼のフォアボール率は 19.4% で、ナ・リーグ全体ではフアン・ソト、サンディエゴ・パドレスに次いで2位だ。カーディナルスが浮上するためには一番打者の継続的な出塁が大事になるが、ヌートバーはその役割を十分に果たしていると、リードオフマンとしての仕事をしっかりと果たしていると評価しています。さらに続けて、120打席以上の選手の中で、ヌートバーの出塁率4割3分4厘、17日時点はメジャー4番目の数値で、一番打者としての成績に限れば4割5分8厘とより高くなる。親指の怪我で序盤戦を欠場したため、ここまで29試合の出場にとどまっているが、すでに25フォアボールを記録しているのだと説明しています。ここまでの活躍の秘訣についてホックマン記者がヌートバーを直撃すると、とにかく毎回ピッチャーを打ち負かしたいと思っている、たくさん投げさせれば先発投手を早く降板させることができるからね、競争力のある打席にしたいと常に考えていて、簡単にアウトになるのが嫌なんだ、だからカウントをうまく使うのが僕のやり方、でも難しいものだよ、フォアボールを狙って打席に立つわけじゃないからね、そのスキルって訓練して得得できるものでもないかなと思うと、打席に立つ時の自身の考えについて言及しています。ここ最近のヌートバー選手の活躍に対して、36歳の現役最年少指揮官であるカージナルス監督オリバー・マーモル監督は、ヌートバーは昨季の活躍を経て3月の WBC でまた貴重な経験と成功をつかんだのも大きいと語り、今では打率もフォアボールも素晴らしい、2年目の選手としてメジャーの環境にうまく適応できれば大抵は長く活躍できるものだと太鼓判を押しています。リードオフマンとしてカーディナルスでさらなる成長を続けるたっちゃんのハイパフォーマンスに期待ですね。このまま好調が続けば MLB 最強右翼手ナンバー1への可能性も。現在好調を維持しているヌートバー選手、日本代表として WBC に出場するまでは日本においてはそれほど名前が知られている選手ではありませんでした。しかし WBC 以前に現地アメリカで行われた投票では意外な結果が出ていたといいます。 MLB 公式放送局 MLB ネットワークは、今 MLB で誰が右翼手のトップなのかと自身の公式ツイッターで投稿、昨季ア・リーグ新記録の62本塁打を放ったアーロン・ジャッジ選手、フィリーズのブライス・ハーパー選手ら実力者16人のうちにラーズ・ヌートバーの名前も候補に入れていました。返信欄ではジャッジ選手を筆頭にドジャースのムーキー・ベッツ選手、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア選手の名前が挙がる中、メジャー2年目の新鋭ヌートバー選手も高い人気ぶりを見せつけました。メジャーファンたちのコメントは、圧倒的にラーズ・ヌートバー、一人は62本塁打で MVP を獲得した男と、もう一人はラーズ・ヌートバーという男、引き分けだ。ラーズ・ヌートバーはまだ全力の 10% しか出していない、ラーズ・ヌートバーで議論の余地なし、ラーズ・ヌートバーという名前だけでも彼しかいないと次々にまさかの猛プッシュ。さらにヌートバーは全ての打球をグラブに収める、肩はロケット砲でフェンスにもひるまない、他の候補者はオフェンスで選ばれているが
この偉大な守備こそがカージナルスの流儀なんだと、その守備力を絶賛する声も多数見られました。日本人の母と米国人の父を持ち、名門カージナルスでムードメーカーとしても高い人気を持っている若武者とあって、今回の投票でも熱烈な支持を受けたようです。残念ながら圧倒的人気を誇っているヤンキースのジャッジ選手には投票数及ばず、2位の支持で終わってしまいました。しかし今季の成績を比べると、27日現在でジャッジ選手は42試合出場の出塁率3割9分9厘、フォアボール数30、打率2割8分7厘といった記録。対するヌートバー選手は39試合出場の出塁率3割9分9厘、フォアボール数28、打率2割8分5厘と遜色ない数字を残しています。 WBC での活躍後、多くの日本国民に名を馳せたヌートバー選手、ぜひこのまま好調を維持して MLB ファンが選ぶ最強右翼手へと駆け上がってほしいですね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。